ボンジョルノアドカです。今回は歴史ある城壁と綺麗な水路に囲まれた美しい街トレビゾからレポートします。イタリアのファッションブランドベネトンの本拠地でもあるこの街にハプスブルク家の監獄を改装して作られた新しいアートスペースがオープン。今日本についてのグループショーが開催中なのです。インターナショナルなキュレーションチームの皆さん、こんにちは。オープニングにはたくさんの方が詰めかけてくださいました。会場入り口には戦後の日本における重要な出来事、原爆、新幹線開通、神戸の震災、福島原発事故など展覧会のテーマである自然やテクノロジーについて理解するためにそれぞれダイアグラムとして分かるようになっています。1階の展示室ではイマーゴムンディ世界のイメージプロジェクトから広島、長崎をテーマにした作品を見ることができます。ルチアーノ・ベネトンさんによって集められている小さな作品、現在なんと2万5000点以上の世界中のアーティストによる作品がコレクションされているそうです。葛飾北斎の木版による北斎漫画、アイヌにまつわる作品、長崎の原子爆弾投下直後に撮影された山畑洋介氏の写真、そして同じ日に撮影されたカラー映像を含むドキュメンタリーフィルム長崎ジャーニー。展覧会タイトルは I say yesterday, you hear tomorrow, Visions from Japan。 キュレーターでギリシャ出身のニコラス・バンブクリスさんとニューヨーク出身のスザンナ・ペトットさん、美術批評家のアンジェラ・ベッティーズさんによるプレスカンファレンスが行われました。2階の展示室では写真家宇佐美正弘さんの広島原爆ドーム前で撮影された写真プロジェクト、フォトショップなどの加工は一切行われず長い時間をかけて集まった人たちと一緒に1枚の写真イメージを作り上げるマンダラシリーズです。増山博之さんはデュッセルドルフを拠点にして活躍されているアーティスト。今回、家族の肖像の変化をテーマにしたビデオ作品を出品。熱心に話をしている家族がいました。イタリアはファミリーの絆が強いと聞きますよね。小さなお庭をゆっくり眺めながら、人間と自然の関係について思いを巡らせることのできる、及川淳也さんのサウンドインスタレーション。草花の茂みに耳を澄ますと、虫の音色が実は及川さんの声によって作られたサウンドなのです。メディアアーティストの浅井信道さんは世界から全ての核がなくなりますようにという強いメッセージを込めて見えない放射能をパーティクルに置き換えた祈りという美しく強烈な作品で平和を訴えています。古谷茂俊さんのビデオコラージュの作品は、人類全員が平和になるにはどうしたらよいのかという問いに2つの究極の選択肢を鋭く突きつけます。Absolute and accepting of our inability to agree. I present two options. Plan is that all humans merge into one creature. So that everyone will have the same thought.宮崎啓太さんは自動車の部品と紙の構築物という異質の素材で現代彫刻を作られている注目のアーティスト。彫刻からは機械がエラーを出した時のビープ音や機械音が聞こえてきます。そして福島の帰宅困難地域で放射能の問題がなくなった時まで見ることのできない展覧会を開催中の Don't Follow the Wind、 アーティストグループチンポムによって発案され、久保田健二さん、エヴァ&フランコ・マッテスさんとともにインディペンデントキュレーターのこちらのジェイソン・ウェイトさんが企画。ヘッドセットをかぶると360度の福島の映像が見えてきます。
そして私、ニーツ・アドカの石灰石のスマートフォン。化石を含む石は地球の生き物の歴史を伝えるとともに、ポスターや複製芸術を開花させたリトグラフの石板の材料であり、イメージを記録し転送する自然のメディア。1945年7月16日5時29分、ニューメキシコで行われたガジェットと呼ばれた世界初の原子爆弾の実験記録写真が表示されています。その他、古方太郎さん、ジェイコブ橋本さん、稲川豊さん、小川健一さん、高橋周さんの作品が展示されており、11月4日まで開催中。ベネチアからも近いトレビゾの展覧会、ぜひチェックしてみてくださいね。それでは皆さん、チャオチャオ。